それでも俺たちは逆らえないんだよ。テストだと？クソ自信ね、ふざけやがって。それで母さんたちが殺されて、父さんたちが捕まって、理解できるぜ。ぶっ殺してやる。大丈夫だよ、ジェシカお姉ちゃん。悲しくなんかないよ。マリア、もうすぐ魔女は蘇る。すぐに黄金鏡で会えるよ。あいつ不謹慎なことで笑うんじゃねえぜ。何が魔女復活の儀式だ。妄想はじい様の頭の中だけにしときゃいいものを。大勢巻き込みやがって、こいつは高くつくぜ。畜生。ゲストハウスに戻ろう。おじい様から電話があった際に不在だったらまずい。見てんだろ、ジジイに伝えとけ。絶対にぶち殺してやるってな。いいか、45がすっとろいたらバレたに。竜王様に怒られる。ごめんなさいごめんなさい、竜王様に言いつけるのは許してください。黙れ静かに。どうせハッタリだ。ゴーダと熊沢の監禁は確認した。任務完了、報告に戻るぞ。イエーイイエーイ。連帯責任で人参と水だけの刑になりたいか。行くぞ。もしもし、キリエさんか。そっちは大丈夫なのか。失敗をありがとう。今のところは快適よ。ごめんなさい。死後は慎めと命令されてる。今から伝えることをよく聞いて。テストはジェシカちゃん、ジョージ君、バトラ君、そしてマリアちゃんの順で行われるそうよ。順番に呼び出すから、それまでその部屋を出ないこと。呼び出された者は一人で指定された場所に向かうこと。ジェシカ、兄貴、俺、マリアの順で呼び出しがあるまで部屋にいろ。だな、分かった。マリアもなのかや。9歳の子にまでクソジジイは何を強いる気なんだ。後ろ宮家の命運はあなたたちに握られてるわ。頑張って。うん、ああ。
ああ、任せてくれ。どんなテストか知らねえが上等だぜ。受けて立ってやら。本気のテストなんだよな。マジにやっちまって。いいんだよな。ええ、本気のテストよ。おじい様も本気で食べるつもりでいるか。ダメだな。全然ダメだぜ。死にかけの老いぼれが。俺と本気？寝言は棺に入ってから言いやがれ。そこにいるジジイに言っとけ。次期当主は俺だ。その最初の仕事は、てめえの面に鉄拳ぶち込んでやることだってな。バトラー、それは実に楽しみであるぞ。一度は後ろ宮の名を捨てた男が何を身につけ、何の境地に至って我が前に現れるというのか、楽しみにしている。そう伝えよ。大いに上等だそうよ。いい？バトラ君、手加減は不要よ。あなたはルドルフさんの息子。いいえ、私の息子よ。誰に自慢しても恥ずかしくないところを私にも見せてちょうだい。あなたに全てを託すわ。了解だぜ、母ちゃん。あとは任せておけ。私たち全員は当主跡継ぎの資格を失っている。もう私たちは取られてゲーム盤から外された駒も同然よ。だからあなたたちだけで戦って。キリエさん、それでは一番最初のジェシカちゃんへのテストの指示よ。自分の部屋へ行けですって。自分の部屋？お屋敷のジェシカちゃんの自室って意味のようね。ジェシカに代わる、直接伝えてやってくれ。ジェシカ、もしもし。はい、わかりました。私からか。もう覚悟決めたぜ。行ってくるぜ。用心してね。私たちは監視されてんだろ。余計なこともできない。言いなりになるしかないさ。食堂でジジイは何のためらいもなく瞬く間に6人を殺したという。それは俺たちに対しても同じかもな。分かってる。返り討ちにしてやるぜ。無茶はダメだよ。危険だと思ったら自分を最優先にして。クラウスおじさんが自分のために娘が犠牲になったことを知ったら胸が張り裂けてしまうに違いないから。逆も同じだぜ。父さんと母さんが殺されて私だけが生き残ったら私の胸だって張り裂けるぜ。バトラ君、さっきの話は本当だよね。ああ、キリエさんたちはもう覚悟を決めている。なら、なおのこと上等だぜ。みんなの命は私たちの双剣にかかってるってことだ。人質みんなは囚われの身で何もできない。なら、私たちが何とかするしかねえんだぜ。もし何かあったら、ゲストハウスに逃げ戻って、その時点で僕たちがおじい様のゲームに付き合うのは終了だ。兄貴。その時点で僕たちは宣戦布告、どこかに閉じ込められている彼らを救い出し、おじい様には叱るべき処遇を与える。いいのか兄貴、シャノンちゃんもいるんだろ。だからといって僕は座して婚約者が殺されるのを待ちはしないよ。僕が恐ろしいのはおじい様にシャノンが殺されるかもしれないことに怯えることじゃない。僕の婚約者に恐怖を味わわせたクソジジイを君らが僕より先にぶん殴っちまうことだけさ。なるほどな。確かにこいつは次期当主が誰かを決めるってテストらしいぜ。だな。クソジジイの顔面に一番最初に拳をお見舞いしたやつが次の当主だぜ。
を行き回ってるのかな。ベアトリーチェが蘇ればみんな生き返らせてもらえるのにね。もしもし、マリア様ですか。頼んです。ジョージ様に代わっていただけますか。